オイルトミー、それは全身で語る言葉、全身で奏でる歌、調和のリズムというギリシャ語から生まれた名前。命は動き、調和のリズムとともに育ちます。ルドルフ・シュタイナーにより100年ほど前に基礎付けられ、以来シュタイナー教育の基盤となる教育芸術として生きた感覚を育んでいます。音楽も言葉も形も数も生きて動き出す。生命力、心身のつながり、総合的な直感力。幼児から大人の成長に付き添います。響き合う空間運動の舞台も、さまざまな形で生まれています。そして宗教を超えて大宇宙と私たちの命を結び直す調和の動きでもあります。宇宙は私の中に、私は宇宙の中に。オイリトミーを通して学ぶこと、語ること、歌うこと、生きることをもっと生き生きと楽しく新しい体験をしてみませんか？